岡崎誠也3月17日隊は、日本の政治家、高知県高知市長、国民健康保険中央会会長、高知県宿毛市出身、高知学芸高等学校卒業、1975年3月、青山学院大学経済学部卒業、同年4月、高知市役所に入庁、2003年10月、高知市役所産業振興部副部長、 産業振興部産業政策課長事務取扱いを最後に高知市役所を退職。松尾哲都の高知県知事選挙転出に伴って11月30日に行われた高知市長選挙に立候補。民主党、社民党の推薦と公明県本部の支持を受けて初当選した。2004年、全国市長会副会長に就任。2007年、自民党、民主党、 公明党、社民党推薦で立候補し再選。2008年、全国市長会副会長に就任。2009年、全国市長会理事、高知県市長会会長に就任。2011年、民主党、自民党、公明党、社民党推薦で立候補し3選。2015年、自民党、民主党、公明党、社民党推薦で立候補し4選。 2018年7月16日、明治維新150年、板垣大介第百回記法要が、板垣大輔の生誕地である高野寺で挙行された際、板垣大輔の子孫らが臨席する中、高知県の政界人を代表して、長寺を報読。2019年、立憲民主党高知県連、国民民主党、社民党推薦で立候補。元自民党県議の久保博道。 元自民党市議の浜口拓也、元共産党市議の岡田康氏ら4人の候補を破り後、選、自民、公明両党は、支持候補を一本化できず自主投票となった。2016年3月11日、前年の市長選の政治資金収支報告書に、ポスター張りの報酬を運動員の高知県議や市議に支払ったと記載した問題で、高知県警に、 公職選挙法違反の疑いで、市長や議員、陣営の追悼責任者ら計8人が書類送検された。市長選で当選するため、ポスター貼りの報酬として1人当たり3000から9000円を支払い、県議2人と市議3人は受け取った疑い。陣営は、報酬はポスター貼りをした議員の妻や支援者らに、 支払ったが、報告書には、議員の名前が記載された、とし、報告書を訂正した。2019年9月22日、墓参りのため、高知市の自宅から、すくも市に車で向かう途中、制限速度を29キロ超過する違反をしたとして、県警に摘発された。当日は、秋の交通安全運動の期間中だった。同年10月2日、 自らを減給 40%2 ヶ月の処分とする、議案を市議会に提出し、全会一致で可決された。ありがとうございます。